スタンドアップパドルボード買いました。サップですね。激安サップ。さあどんな感じか。こんな感じですね。空気入れが入る、ね、でパドル立って使うやつですね。でこれ本体、これがケースか。これがケース。何やろ。あ、これ足につけるやつだな。足につないで離れないようにする。さっき。あ、説明書。からこんな感じですね。イルカの模様。サイズがね、こんな感じですね。245×76×15。最短乗船可能重量100キロ。サップの中でも小さいですね、これは。そして値段も安い。2万切ってますからね、これ。相当安いですよ。激安サップ。これを膨らまして、実際にね、使ってみます。これあれですね、こう、下につけて、方向を安定させるやつですね。なんていうのかな、これ。はい。膨らましてみましょう。はい。サップを出してみました。こんな感じ。大きさは、車と比較したらこんな感じですね。ここに乗って立って使う感じですね。これボートとしてもね、使用できると思うんですよ。ここ座って使うこともできるんで、いいですよね。まあ、パドルはこれは立って使うやつですけどね。普通のボートのパドル持ってるんで、それ使ってもいいかなと思うんですよ。で、これ足、リーシュコード、足につけて、サップからもし落ちてもすぐ戻れるようになってますね。はい、じゃああと膨らまして実際に、使ってみます。はい、入れてみます。空気を。徐々に膨らんでってるね。今片手でやってますけどね、片手でもなんとかできますね。それぐらい軽い。こんな感じかな。取ってみます。溺れますね。座ることもできる。いいっすよね。カヤックにもなるし、サップにもなる。
軽いね。持ち運びもいいですよ。はい。